ハワード・フィリップス・ラブクラフト。ハワード・フィリップス・ラブクラフト。1890年8月20日から1937年3月15日は、アメリカ合衆国の小説家、詩人。ラブクラフト自身が、宇宙的恐怖、コズミックホラーと呼び、その死後、友人の作家オーガスト・ダーレスにより、体系化され、クトゥルフ神話と名付けられた。 独特の世界を展開したホラー賞で有名である。現在に至るまでのホラー小説における、クトゥルフ神話の広まりなどから、もっとも、ラブクラフトの作品は、後に、クトゥルフ神話と呼ばれるようになった体系的、超個人作家的世界のものとは区別して、ラブクラフト神話と呼ぶべきという意見もある。ポイコー最大のアメリカの恐怖作家という表も多く、 スティーブン・キングや菊池秀幸など人気作家にも愛者は多い。ボルヘスなども読むに足えない作家と言いながら影響を受けた作品を書いている。しかし、その世界や文体、センスの変更性から霊評されることが多いのも事実で、風間賢治はあくまで学問的な研究所では触れられない大衆小説家であって文学者としては一人よがりの三流のポーに過ぎず、 愛読者はセンスに問題があるとしている。事実、生前は、低俗雑誌、パルプマガジン作家として、それなりの人気があったものの高い評価は受けておらず、出版された作品も極めて少なかった。評価がなったのは、上記のダーレスが創立した、出版社、アーカムハウス、から、死後、まとまった形で作品が出版されてからのことである。 20世紀を代表する怪奇作家とも言える、ラブクラフトだが、生前は、パルプマガジンの恐怖作家として、それなりの人気を得ただけで、生活は、生涯、苦しかった。ギリシア神話を知って7歳の頃から神話に興味を持ち、詩を書くようになったほか、少年時代には、科学、天文学などにも、興味を持つなど、知的には、早熟な面を見せたものの、 病弱だったため学校にはあまり行かず、大学進学も、経済、健康の両面から諦めざるを得ず、後には、わずかな遺産と、他作家の文章添削で生計を立て、創作による収入はわずかであった。幼い頃に父親を亡くし、ラブクラフトを溺愛していた母も創生。ラブクラフト自身一度結婚はしたものの、家計を支えていたのは、妻の方であり、その妻の事業失敗。 ノイローゼ、新天地への移動などで、すぐに別居生活となり、後離婚している。このように家庭的に恵まれなかったためか、無類の手紙まで、自分と同じパルクマガジンの作家、ファンとの文通に、人生の多くの時間を割いた。後トゥルフ神話と呼ばれるようになった、宇宙史も、そのような同人的文通の中で発展していった、ところが大きい、言われている。 1890年8月20日、ロードアイランド州プロビデンスに、宝石商人、ウィンフィールド、スコット・ラブクラフト、ウィンフィールド・スコット・ラベクラフト、1853から1898と、スージー、サラハ・スーザン、スシエ、フィリップス・ラベクラフト、1857から1921の一人っ子として生まれる。ラブクラフトの妻だった、ソニア・グリーンによると、 父、ウィンフィールドの仕事は、ゴーハムマニファクチャーリングカンパニーの旅行セールスマンとなっている。母、スージーは、地元の名手として知られた詳細豊かなフィップル、フィリップス、ミプルバン、ビューレン・フィリップスの娘であった。父、ウィンフィールドは1893年4月、ラブクラフトが3歳の頃に、神経症を患い、シカゴのホテルで発作を起こし、バトラー病院に運び込まれた。 この5年後に精神病院で衰弱死している。この衰弱死は後期梅毒であることを隠避するためと推察されている。数字もラブクラフトに対しウィンフィールドに触らないように忠告してたと言われる。後にラブクラフトは父親の死を不眠症や過労による麻痺だと周囲に話している。ウィンフィールドは入院する以前から麻痺や無糖病が周囲に見られており、後、 ラブクラフトにも同様の症状が起こっている。父が入院してから、母方のおばリリアン、リリアンとアニー、アンニエ、ソボロビー、ロビエ、そして祖父フィップルの住むビクトリア徴用式の古い屋敷に引き取られた。経済的に恵まれた環境のもと、早熟で本好きな少年は、ゴシックロマンスを好んでいた祖父の影響を受け、物語や古い書物に触れて過ごした。 読み書きを覚え、3歳にして、仕事で離れた場所にいるソフト文通を行っている。ラブクラフトによれば、母、スージーは、ラブクラフトを溺愛し、非常に献身的であったという。例えば彼が、有機化学の研究をしたいといえば、スージーは、ガラス製の実験器具を購入した。最もこの研究に数学が必要と気づいた、ラブクラフトは、研究を止めてしまったが、 この時期に触れた、イギリスの詩人サミュエル・テイラー・コール・リッチの詩、ロース・イ・フ・ギョー、ザ・リメ・オブ・ザ・エンシェント・マリナー、ギュスターブ・ドレの絵画、千代人う物語、トマス・ブルフィンチの伝説の時代、ザ・エジ・オブ・フェーブル、オイディウスの変身物語が作品に反映されたと考えられる。1896年、ソボロビーが亡くなると5歳のラブクラフトは、 母親やおばたちの喪服の黒いドレスや葬儀の様子にひどく衝撃を受けたと語っている。6歳頃には自分でも物語を書くようになった。それらはギリシア神話のリファインであった。同時にキリスト教以外の神々に興味を抱くようになった。夜あやかしに拉致されるという悪夢に悩まされるなど父と同じ精神失調を抱えて育つ。この悪夢については 八歳で科学に関心を持つと、同時に宗教心を捨てると見なくなったという。ラブクラフトは、科学の中でも、科学、天文学に強い関心を示した。しかし科学においても、人間の生殖に関する記述を目にしたときは、バーチャリーキルドマインタレストインザサブジェクト、私の興味を殺した。と語っている。長じで、学問の道を志し、名門校である。 ブラウン大学を志望して勉学に励んだ。並行して16歳の時には新聞に記事を投稿するようになり、主に天文学の記事を書いていた。ロードアイランドジャーナルには69枚の記事が残っている。その一方で、神経症は悪化を続け、通っていた学校も長期欠席を繰り返し、成績は振るわなかった。1900年代までに、 祖父の事業も振るわなくなり、経済的なゆとりも失われていった。使用人たちが家を去り、家族だけが残された。その祖父も死ぬと、ラブクラフトは、精神的にも、経済的にも追い詰めれ、結局、ハイスクールも卒業せずに中退している。それでも独学で大学を目指したが挫折し、十八歳の、時には、趣味であった、小説執筆をやめて忍者のように世間を避けて、 暮らすようになった。こうした、神経症が良くなってきたのは三十歳頃であるが、挫折大きい青年期は、ラブクラフトにとって、人生で最も暗い時期の一つだった。であった。この時期、初期の作品として、小説、洞窟の獣、錬金術師、ザ・アルカミストが執筆された。1912年に、現地の新聞に、最初の詩、西暦二千年のプロビデンス。 プロビデン 2000AD を発表している。同年の詩、ニガーの創造は、ラブクラフトの人種差別的な思想が現れている。1914年4月、アマチュア文芸家の交流組織に参加したことをきっかけに、ラブクラフトは小説との関わりを取り戻した。その3年後には、小説の執筆を再開して、同人詩に作品を載せるようになった。年には、 文章添削の仕事を始めていた。ラブクラフト本人は、生涯文章添削の方を本職と思っており、創作は余暇の仕事と考えていた。1922年には、作品が雑誌に採用されるようになっていったが、事故の創作能力に自信が持てず、また、書く必要が来たら書くというスタンスで、自らアマチュアであることに甘んじていたため、 あまり積極的に創作はしなかった。また、不採用になると非常に落ち込む性格であったため、チャールズ・ウォードのかいな事件のように、今日では、傑作とされている作品の中にも、自信の欠如のため編集者に送ることすらしなかったものがある。文章添作の仕事は、当初は無料報酬、後も非常に低い報酬でこの仕事を受け負っていた。ラブクラフトの添作ぶりは、 新しいアイデアを提案したり、原文がほとんど残らぬほど書き換えたりと、ほとんどゴーストライターに近いものであった。しかし、この文通は、更新指導の役割も果たし、前述のダーレスをはじめ、彼を慕う作家が多い理由となっている。ヘーゼル・ヒールドやゼリア・ビショップなど、ラブクラフトの添削によって、クトゥルフ神話作品を執筆することになった作家も、多い。 またバー,ーレスのほか、ロバート・ブロック、クラーク・アシュトン・スミス、ロバート・ E ・ハワードらとは膨大な量の書簡を交換している。他にも文通をしていたものは多く、また手紙一通の量も相当のもので、創作や文章伝作よりも生涯、文通に多くの時間を費やしていた。1916年、ラブクラフトは初期の短編小説、錬金術師を発表した。また、 以下の作品を同時期に書いている。墓は、ラブクラフトが最も影響を受けたエドガー・アーラン・ポーの構成スタイルに似通っているとされる。しかし後のクツルフ神話に造形の近いダゴンが初期の作品として注目される子が多い。1917年、ラブクラフトは、兵役検査に不合格となった。翌年から母、スージーも、 神経衰弱のような症状で苦しみ出した。1919年3月には、数字もトウィンフィールドと同じく、バトラー精神病院入院したが、その病状に関しては公表されていない。ラブクラフトにはある、種のオイディプスコンプレックスもあったと言われている。ラブクラフトは、できる限り、母親を訪ね、手紙のやり取りを重ねた。1919年以降、孤独となった、 ラブクラフトは、男性にの影響を受けた作品を発表した。上記のうち、ミニフレット・ジャクソン、ミニフレット・バージニア・ジャクソンとコラボレーションした詩が、ニャルラ・トホテプと、ハイウル・コントンである。1921年5月24日に母、スージー・サラ・スーザン・フィリップス・ラブクラフトは、胆脳手術の合併症により、バトラー病院で死去した。ラブクラフトは、強いショックを受ける。 1921年7月にアマチュア作家の集会に参加したラブクラフトはソニア・グリーンと出会っている。二人は1924年3月3日に結婚した。グリーンはプロビデンスから離れることを望み二人はニューヨークのブルックリン793フラットブッシュアベニューのアパートに移住した。ラブクラフトより10歳年上ですでに子供もいた。 労働婦人のソニアは終始、引きこもり的性格の夫に対して、結婚生活の主導権を握り続けた。この時期から友人たちの勧めによって、パルプ回帰小説雑誌、ウィアード・テイルズに作品を送るようになった。また新しい作家の友人も増え、詩人ラインハルト・クライナー、ラインハート・クライナーとされる。1924年に、 ウィアード・テイルズの編集長がカラファーンズ・ワース・ライトに変わると、ラブクラフトの作品は無駄に長すぎるなど商業価値の低いものとみなされ、しばしば拒否されるようになった。ラブクラフトもライトを商業主義者として不採用になった時は、敵対的な愚痴を友人たちへの手紙にこぼすのが常で、あったが、両者にとって皮肉なことに、ライトが編集長を担当した時期は、ラブクラフトの存在もあって、 ビアードテイルズにとって黄金時代であったとも言われている。1925年頃にソニアが失業し生活が不安定になるとラブクラフトも安定した収入を目指して働こうと決意する。しかし30歳半ばまで職業経験のなかったラブクラフトはどの仕事も長続きすることがなかった。ソニアは就職のためクリーブランドのシンシノティに移住することにしたが ラブクラフトは同行せず、ブルックリンハイツに移り住んで、ソニアからの仕送りで生活をしていた。1926年には、プロビデンスを離れた頃から 18kg、40ポンド、痩せてしまった。新婚当初は 90kg、200ポンドにまで太ったこともあった。この頃から、ラブクラフトは、ニューヨークに来たことは失敗だったと感じるようになった。この時期に、 レッドフック外界受験、ザ・ホラー・アット・レッドフック、1927年1月、彼、HE、1926年9月が執筆された。また、クトルーフの呼び声、ザ・コール・オブ・カスウールの概要が処理始めたと言われている。1926年に、プロビデンスに戻った、ラブクラフトは、1933年までバーンズ通り10番地の、 ビクトリア様式の木造建築に住んだ。この番地は、小説、チャールズ・ウォードの奇怪な事件で、ヴィレイ氏の住所として採用されている。ここからの10年間で、いわゆるクトルフ神話を軸とした、ラブクラフトの代表作が生まれてくることになるが、平均したペースはほぼ1年に1作程度の佳作ぶり、ある。相変わらず、他の作家の作品を改訂し、ゴーストライティングを行うことを、 収入の中心としていた。マウンド、ザ・マウンド、翼の詩、ウィンドです。アロンズ・をチーパー・日記、ザ・ダイアリー・オブ・アランツ・オ・タインパーなどがあるこの時期、ファラオと共に遊兵されて、インプリズ・ザ・ド・ウィズ・ザ・フェローズを代筆して、以降、顧客の一人となっていた、記述詩、ハリー・フーリーには、ラブクラフトの才能を惜しみ、彼の生活を支援しようと通信者の仕事を斡旋し、 それが失敗しても迷信に対する考察や、その否定について記述した、迷信のがん、ザ・キャンサー・オブ・スパースティションの代筆を依頼した。しかし、この依頼は、フーディーニの死後、フーディーニの夫人が継続を望まなかったために中止となった。長く別居生活にあったツマソニアは、新たな仕事が軌道に乗ったため、今度はプロビデンスで、 ラブクラフトとの同居生活に戻ろうと考えたが、ラブクラフトのおばたちとの交渉は合意に達することができず、正式に離婚が成立した。その後、彼女は1933年にカルフォルニアに移住し、1936年に再婚している。ウィアード・テイルズの読者の間では人気があったが、加作にして、また雑誌の考量も、 文章添削の収入も低かったため生活は常に貧しいものだった。しかし晩年に貧困のおかげで古い家に住むという願いが叶ったと書簡に書いているように貧困には鈍感なところがあった。また、高料のアップなどもほとんど要求することがなかった。これは膨大な書簡から察するに高貴な身分のものは労働するものではないという彼の貴族趣味から来ていると考える。 研究家もいる。経済的に余裕があり健康だった時には、古い時代の細かい事情を調査するため、ケベックやニューオーリンズまで長距離バスを利用して旅行したこともあった。ライトはダニッチの回のような作品を望んだが、ラブクラフトの作品は晩年になるほど長すぎ、運が難解ということも含めて、ますますライトの気に入らないものとなっていた。 ラブクラフトはライトに拒否された作品を、ウィアードテイルズ以外の雑誌に作品を送るということをほとんどしなかったので、友人たちが仲介に立って、ラブクラフトの作品を他の雑誌に売り込むということもよくあった。ラブクラフトは1935年45歳を過ぎてギリシア語をマスターする。1936年にロバート・ハワードが自殺したことに衝撃を受ける。 そして、同年に、自身も、象徴癌との診断を受ける。その後、癌の影響による、栄養失調も重なり、翌1937年に死去した。ラブクラフトは、生涯にわたった科学に対する興味から死に至るまで、可能な限り家を残した。生前に出版された単行本は、1936年に、ウィリアム・エル・クロフォードが出版した中編。 インスマウスの影の一作だけで、それもわずかな部数であった。ラブクラフトは、両親と同じ墓所に葬られた。彼の没後1939年、手紙友達で、同業作家である、オーガスト・ダーレス、ドナルド・ボンドレーが、発起人となり、彼の作品を出版するという目的で、アーカムハウス出版社が設立された。海産物を特に嫌っており、このことは、 彼の作品に登場する邪神たちの造形に強く影響を及ぼしている。逆に好物はチーズ、チョコレート、アイスクリームで、これは母親が彼の好むものだけを与えたことによる。酒、タバコはたしなまなかった。また極端な寒さ嫌いで、これもまた霊気などの作品に反映している。芸術作品については彼の作品に見られるものと同じく、 古いものを愛した。絵画に関しては、風景画を好み、建築に関しては、機能的な現代様式を嫌い、ゴシック建築を好んだ。あらゆる種類のゲームやスポーツに関心がなく、古い家を眺めたり、夏の日に古風で、風景画のように美しい土地を歩き回ることを好んだ。幼い頃にバイオリンを習わせられていて、これが高短編。 エイリヒさんの音楽などに若干反映されているが、音楽に関する好みは貧弱であった。人種偏見もまた強かったとされる。彼の生きた時代は、欧米白人文明の優越がまだ根強かったが、彼の人種偏見は常記を逸しているという研究者もいる。ニューヨークを嫌ったのもそこが、人種のるつぼの様相を呈したためであると言われており、このような異人種剣王が、 彼の作品に影響を与えたこともまた否定しまたい。ただし同時に、ラブクラフトは気まぐれで矛盾した成功を持っており、相反する主張が膨大な書簡には見出され、時にはヒトラーの人種差別政策やユダヤ人弾圧を批判したり、その反面、ヒトラーの我が闘争を読んだ当初はひどく感銘し、友人に対しこの本は最高の書であると絶賛している。 アングロサクソン文明よりも中華文明がより優れていると述べたり、また、ネグロイドとオーストラロイドだけは生物学的に劣っているとして、この2種に対してだけは明確な線引きが必要だと主張したりもしている。政治的には保守を自認していたが、晩年には社会主義思想に一定の影響を受けている。ラブクラフトの作品は、ホラーや幻想的作品を 主としていたが、自身は、迷信や、神話の類を一切信じず、無神論者を自認していた。エドガー・アラン・ポー、男性日教、ウォルター・デラ、メア、バルザック、フロー・ベール、モーパッサン、ゾラ、プルーストといった作家を気に入っており、小説におけるリアリズムを好んでいた。一方で、ビクトリア時代の文学は嫌っていた。初期の作品は、 アイルランド出身の幻想作家、男性二教や、エドガー・アーラン・ポーの作品に大きく影響を受けているが、後期は、宇宙的恐怖を主体としたより暗い会長の作品になっていく。ブラバツキー夫人が表した、シークレット・ドクトリンをはじめ神知学の影響も見受けられる。19世紀末から20世紀初頭にかけ世界的に、スピリチュアリズムが流行しており、ラブクラフトもその潮流の中で、 創作活動を行った。作品は彼自身の見た悪夢に直接の影響を受けており、中にはナイアル・ラトホテップなど夢にほとんど忠実に書かれた作品もある。このことが潜在意識にある恐怖を描き出し、多くの人を惹きつけている。現在も世界中で彼の想像した写真や宇宙的恐怖をモチーフにした小説、ゲーム、映画等が作られ続けている。 ラブクラフトは、その作品に、一般的にはあまり使われない、難解な単語、または記号を多く使用する傾向があった。彼が想像した、架空の名と、ラブクラフト流の、ゴシックロマンスをまと文体は独特の個性となっていた。しかし、それらは逆に当時のアメリカ大衆から受け入れられにくい、ものにもなり、ラブクラフト自身は、孔子共に、アウトサイダーであった、アウトサイダーは、 ラブクラフト自身が好んだ言葉でもある。ラブクラフトが没した際、記事プロビデンスのスワンポイント墓地にあるフィリップス一族の墓碑にラブクラフトの名前が記載されたものの彼自身の墓碑は作られなかったため、1977年にこれを不満とするファンが資金を集めてラブクラフトの墓石を購入した。墓碑には生没年月日と彼の書簡から引用した一文、我はプロビデンスなり、 IAM プロビデンス真意プロビデンスと修正愛した故郷プロビデンスをかけた社落が刻印されているまたしばしばラブクラフトの墓を訪れたファンがクトゥルフの呼び声書質は無名都市開引用された以下の4行連句を棒比に書き込んでいく楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください